岡村隆史、ナインティナインとサンドウィッチマン、伊達みきお、富澤たけしが MC を務める TBSK 人気番組対抗オールスタードッキリ祭 TBSK が1月7日に放送。川島明、麒麟、仕掛け人のもと、スノーマンがドッキリ企画の餌食となった。動画、スノーマンのドッキリに麒麟、川島爆笑。今回は、メンバー9人を3人ずつ3ブロックに分けて、トーナメント形式で争う企画。リアクションで勝ち上がった3人が決勝に進み、優勝者を決める。ラビット、野原、宮舘涼太が仕掛けられたのは、カップ丼が爆発するドッキリ。川島も期待を寄せていたが、彼のリアクションは薄かった。絶対、何かあると思ったわとこぼした宮舘に、川島は、負け惜しみ含めて、4点、と切りして、笑いを誘った。そんな中、別のドッキリに挑戦する向井康二の印象について、川島は、スーパードッキリスター津田篤宏、ダイアンの遺伝子を受け継いでるとコメント。一方、目黒蓮に対しては、怪我してほしくないんで、なしでいいと思います。違うでしょ。レベルがと他のメンバーと優劣をつけて笑いを起こした。そうして予選を行い、阿部亮平、深沢達也、向井が勝ち上がった。他の6人は川島と共に仕掛け人へ。決勝は、パフォーマンス中に、顔はめパネルに入る演出があり、そこに顔を入れると、強風が襲ってくる、というドッキリ。見事、3人はドッキリの餌食となった。ネタばらしにやってきた川島と共に、それぞれの表情を見ていくことに。VTR を確認すると、強風に煽られた向井が、瞬時にドッキリだと察知したのか、あえてパネルから顔を出していることが発覚。佐久間大介が、悪い顔、とツッコミを入れると、川島も、テレビで初めて、手応えが映った瞬間とコメントして笑いを誘っていた。人気アイドルグループ、スノーマンのメンバーで、新成人のラウール、20、が8日、インスタグラムのストーリー機能を更新。同日午後8時から、インスタライブで、一人成人式を開催すると報告。ご参列お待ちしてます。笑いと呼びかけた。ラウールは、今年は我が社主催。成人式はないらしく。と明かし、でも成人式って一人でもできるよね。笑いと綴った。この投稿にファンが速攻で反応。X、旧Twitterには、ラウくん成人式ご一緒させてくれるの。嬉しい。オタク人生最高。お祝いしたいファンのために一人成人式ありがとう。どうかお兄ちゃんたち来てくれ。ラウちゃんの一人成人式。院内で拝める世界線などの歓喜のコメントが相次いでいる。